ますか、皆さん。準備はいいかな。ラカーニャが40周年、こんな時期にやっぱり我々もなんかぜひ、祝いにというよりも、一つの、お付き合いとしてぜひ参加したいなという、ここの、安田君にも、お呼び立てをいただきました。誠に感謝申し上げます。いやー、苦節、かつてはレイズブギーなんていうこの前身の店があったりしたんですけど、やっぱりここへ、やってくるのがやっぱり我々の周りにはみんながやっぱりこぞって楽しんでる、一杯を飲みに来るという場所でありました。我々もこの、スペースを今日は楽しんで参りたいと思います。よろしくお願いします。アーリー・タイム・ヒストリングス・バンドと言います。よろしくお願いします。世紀近くなるんですけど、ボガのテーマっていう、ボガってまだやってるの知ってるかな、気象人にあると。まあそういう、テーマでは、我々は、開くことなくこうやって、かようにやり続けておるところであります。
今やか。
最初の方で歌うというのはなんか非常に声が続かないから、やばいね、2曲ぐらいでやめようかなって。これね、アーリーは去年のクリスマスの頃に新宿でやったんだよ、御苑のあたりでね。それから、年が明けて僕が心臓の手術をしたり、まあ、いろいろあったりしながら春になったら偉くなったわけよ。でそうしたらなんか何かこういろいろこう計画していくとかガラガラガラと崩れていって、いやもう半年に1回ぐらいは最低やるのはいかんぜって言いながら今日になりました。まあいいこと、だからなんか40周年もなんかやってくれてよかった。わけない。もうね、思い出せばなんかそれこそ、みんながなんかこう、いくつになったか知りませんけども、もう目撃した限りは若いのおらんな。おるか。まっさやけどね。そろそろなんかまあそれももうゆっくりとなんかあんまりテンポの速い曲とかキーの高い曲とかやるのやめようかなみたいな。キーは変えられないよ。5人メンバーでみんなやったのに譜面は変えないかも、なんかもう練習もっとさなきゃいけない。そういう意味では、1年か半年ぐらいに1回ぐらいがちょうどいいかなと思っておるんであります。アーリー、タイムス、ストリングスバンド3曲目いきまよか、いきまよか。これは東京人や。あんなこと言いに来てるわけやねんけど。やろう。すぐいいよ。しのぶ。まあその前にいっぱいちょっとね。では、今井しのぶ君に。起き抜け朝お願いします。なんか喋る、今ご紹介に預かりました。お願いします。じゃあやりますか。じゃあ起き抜け朝という曲です。気持ちよさそうに起き出す朝だ、僕の思惑まで照らし出して、こりゃやばいと駆け出す僕を隣の町まで追ってきそう。の小石だって知ってるよ、奴らの切ない気持ちなんてさ、コツ二つと数えるよりもじりじりする方が、冷えたほど走り抜け、昨日忘れた優しさを集めて、お腹いっぱい。
照らし出す。記者みたいなもんだね。二人で楽器をみんなで預かって、この間リハーサルしたその日に預かって今日来たんですけど、あの頃は何をしてたんやなみたいなことをこうまあバトルしたんですけど、いやーほんまに彼とは腐れんというか、わけわからんけども、相変わらずなんか楽器運んだだから。ワイワイいつも楽器運んでるよね。そう、楽器運んでる。すいませんね、腰痛いやねんけど階段降りるの大変だよね。この後にやったラストショーってバンドでも、あの楽器運んでるもんね。楽器運べって。そうそうそう、俺は坊やでもないんやね。いつも二人が運転、あの車を運転してる。50年前も同じ。バンドいうのはさ、そういう意味ではみんな一本ずつ楽器も持ってたそんでええわけやねんけども、せやでいろいろあるわけ、やっぱりそんな余計なものがあってだよ。こんなもんいらんねんけど。君が一番あの面積を取ってくれる。まあそれもあるな、やっぱりこのみんなでやるとなると合奏するっていうか、その合奏そういうふうな感じ、まあ、そういうふうなことをふと見たと思いながら、まだ相変わらずやってるわこんな楽器運びみたいなという、まあ、印象があったりして、できるだけ身軽にしたいなとはいつも思っておるんでありますが、何でか知らんけど重たい楽器だそういう、次行けと言われて、お互いのそれが咲かせますから。
行きますか、じゃあ行きますか、キングコング、キングコング、そり立つビルに金婚、美女と野獣絡むテレビシネマ、機関銃浴びせる US トンボ飛行機、クライマックスエンパイステイトビルディング、ブギウギ踊るママ、おっさんおっさんこれなんぼ、窓のスパイプ粋なねえパパ、14ノットで行こうぜ、昭和8年アメリカはママのきっと、昭和10年アメリカはパパのジョン・レイキングコンが僕を呼ぶ、街角のラジオがレンジニュース、思い出の夜空にサーチライト、クライマックス、そり立つビルに金婚、美女と野獣絡むテレビシネマ、機関銃浴びせる US トンボ飛行機、クライマックスエンパイアステイトビルディング、キーが高いの、ね、キーが高い、そうそう、だからボーイソプラノって言わないけどもボーイソプラノって言わへんけどもだよね、なんかさっきも言ったけども昔のキーで歌ってますみたいなねこれね早くやらないかん、もうなんかお前もっと年上でもっとおじいになったらどねすんねんみたいな、まあ、それはその時のことやけど、もうジジイになってるやってるやん
まこの人もおもろいわ。今日結構行ってまんな。今日、次は鍋さんが歌うね。さて、昼間から夢のようさ。
リスの歌はやっぱりエキゾチックやね。こういう曲を早くからもう何十年も使ってこういう曲やってるんですけど、ね、未だにこの曲を超える曲がなかなか出てこないよね。なんかこの間もなんか新しいアルバム作ろうぜって言うけどもなかなか難しいね。まあある日突然ポコッと来るのかどうかわからないけども、でも昼間から夢の要素タイトルがすごい。もうじじいになったら昼間から夢なんか見っぱしやもん。そんなことないけど君はそうでしょうね。あなたはそうでしょうね。ずっと夢の中でしょ。昼間からずっと夢の中。では中さんが歌います。僕の家。Oh,
ボイ、なかなか、今日は、ね、頑張ってやってる感じがします。頑張ってるよ。なんていうか、まあ、ラカーニャっていうバンド、2世、やっぱり、西岡京三とが、まあ言えば、いわゆるトロピカルな音楽を持ち込んだりして、それとこの天使のウェセルもなんか、そういう意味では、本当に日本人離れしたとてもなんかエキゾチックな、彫りの深いなんか青の一つ、テキーラやラムが似合うようなそういうね、そういったレイズブギの、このフレーバーというんですか、そう、英語そう、今日やたら横文字が出てくるエキゾチックやなフレーバーとか、そうやね。俺らはなんか逆になんかなんていうのかな、そういう意味ではこの中にはおしゃれすぎてるんだよね、こういうなんかそういうものがあったんですけど、できればここではやっぱりラムを飲まなきゃいけないとかね、そういう気持ちもあったんですけど、でもねこれはこれでね、やっぱ一つのこの、この店の醸し出す雰囲気、アーリーはここの雰囲気になんか合うだろうかでみたいな、まあ結構生きてんじゃん、今日は乗ってるね誰や、俺飲ましたの勝手に飲んだんだけど、あの紹興酒がちょっと効いたから、まあそんな塩梅も手伝ってね、でもなんか40年をなんかこうして祝えることが嬉しい、あとにこのエリアに住まう、うるさい男がゲストで来てくれみたいけど、まあその前になんかこっちはやりたいことやっていきましょうでは、もう結成当初からもやってる、カバーでメリーハローメリーロー、行きましょうか、はい、岩井さん、岩井さん、岩井さんやない、岩井さんじゃない、岩井さんじゃない、名前間違った終わりやいきますか、じゃあ僕のメリールBelly Lou
て風天なんかじゃないよ。それに君さえいればあいつだってこいつだってみんな捨てちまうこともできる。君のためならそっと月夜の晩を思い浮かべた。その優しい肩に手を回しいきなり強く抱きしめて。でも残念なのは言葉が見当たらない。ごきげんよう麗しき僕の愛よ。めでるめでるいつまでもそばにいておくれ僕の愛よ。めでる僕の愛よ。めでるそういうコンセプトのもとに無理やりにこいつけてでっち上げみたいなもんよ、ね。まあでもね、なんか気持ちよく楽しく楽しいのはいいんじゃないかみたいな、そんなイメージもあって、このハローメール大体が女性にモテるような周りに、アーリーにはおらなかったから誰もなんかうまく、女性とうまくいかなかったみたいな、そういう時代が まあそれはそれ置いといて君一人だけやろということで、長々と一部をやってまいりましたが、もう一部終わりますから、お、出ましたね。そうですね。いや、なんかね。言いたいことあった。次の曲は南京虫の歌。違う、南京豆の歌。いや、相変わらずね、やっぱりお酒のお供は。チューニングしてもらえる。One, two.
日ざかり道端で戦友たちとひとときを過ごすとき沈めと歌い出す泥の間に沈めるより楽しいのは南京豆を食べるこの豆豆豆豆豆南京豆豆さえあれば豆さえあれば極楽だ。Thank you very much.